野毛山公園道の駅密立ち入り禁止区域とは多くの場合は公共の場であっても様々な理由で人が立ち入ることが禁止されている区域のことである。一時的である場合と恒久的に定められている場合が存在する。一般的に災害や環境や伝染病などに関する事柄で問題が存在しているため人命の安全を考慮した上でこのような措置が取られている。 関係者以外立ち入り禁止とすることも多い。日本においては大きな災害が発生した地域において災害対策基本法に基づき特定の場所を警戒区域として立ち入り禁止区域とすることがある。2013年6月現在では火山の噴火などの影響により、雲前復元岳、平成新山周囲、桜島の河口周辺が長期間にわたり警戒区域に指定されている。 その他、三宅島の山頂付近も立ち入り禁止区域となっているが、警戒区域に指定されてはいない。また2011年3月11日に発生した福島第一原子力発電所事故での放射性物質の漏洩により、警戒区域に指定された場所があり、これらは2013年5月までに見直され、期間困難区域に指定された場所は引き続き立ち入り禁止区域とされている。 店舗、劇場、名所、公園などでは、柵が設置されていたり、張り紙などで客にとっての立ち入り禁止区域が表示されている。また、チュックボールや東京を24時間鬼ごっこなどの、スポーツや遊戯などのルールとして、立ち入り禁止区域が存在していることがある。ありがとうございます。